皆さんこんにちは、アイロンです。さあ今回も仁王2遊んでいきましょう。さあ前回についてメインミッションにじみゆく伏線を攻略中です。で前回まずこのショートカットを開通して、多分そっちはボス戦かな、こっちは順路だと思う。とそこに柴田さん、そっちね。ここに雑魚確かそうそういるんだな。まずこいつやっとこう。あ、もう一匹。あ、危ない危ない。こいつ。よし。さあ、そこをさばいて、で、こっから教頭かな。待ったろー。こっち向くだ、おい。これは、手数でいこう。将来。雷属性。あれ、投げ今の。はい。ベロン。よし。やったぞ。おお、サルメの片割れと侮っていったか。オーリア武田が動き出す前に。本願寺を下さねばならんが、仏前たる寺にあやかしがはびこるとは。坊主どもめ、信長様に対抗せんと霊石を使ったか。猿の片割れ、なんかそんな認識なんだこの人。どっちかっていうとこっち本体じゃない。信長の野郎め、傷川口の恨みこいつで晴らさせてもらうぜ。さあこっからこっち最下集、多分孫一さんボスかな。あ、そこにできるわ。あ、そこにもこれ銃弾足りるかな。落とさんかな、どうかな。あ、待って、アイテム拾いながら行けと。怒ったら死ぬ。銃弾、よし、銃弾一発と、これ大丈夫ね。道しるべのお札、あんまりつかないかな。ほいで、これこっちはこれ無理ね。ここら辺、なんだこれ。ここら辺スライムすごい出てきそう。ちょ待って、これ怖い。なんか死の気配がする。死の香りがする。あ、でこっちが多分聖騎順路だと思います。よし、でこれもショートカット開通して、ほいで、ああ、そっちだろう。多分あれ、ボス戦じゃない？で、その前に、なんだっけ、こっちの？こっちか。これなんだこれ。本作マップいいんだよな。マップの完成度が普通に高い。こっから、こういける。ここ、こえ、上。大丈夫ね。あ、おお、下か、くっそ。もういいよ、こいつ。もういいよ、マジでいい、こいつ。あ、そう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 。行った？何これ？クソ玉か。高貴なクソ玉。クソ玉のなんだっけ？クソ玉おじさん。あいつに渡していける。食べるらしい。そこにボスっぽい人。とテスト、テスト様やりかな。さあし合おう、殺し合おう。はい、でペンペンペンからの突き、よし。で玉城もらって
で、玉城今んとこ生ハゲかな。生ハゲとね、延期。その二つがすごいおすすめ。よし、小玉ちゃん。あとこっち。ここもなんか情報量が多いというかね、パッと見でよくわからんのよ。これは二刀かな、こいつは。で、ペン、はい。よし。クソ玉。ここら辺クソ玉多いな。そんないる？あとそっち行ける。ん？こっち。あ、ここに。なんか、黄昏れてるガキがいた。これで、中行ける。中ガキ一匹な。と、無地中。ここに一匹いる。ほら。よし。さあ、指笛かけてからの何かな。多分かしずく。そう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 、かしずく。どうだ、やったね。よし。さあ、バイバイしてからの玉城。あとそっち、これ、あれ、復活してる。ち、あ、違うですか。ああ、危ない危ない、危ない今の。そこにアイテム。あ、ムクロムシャ。さあ、ぶっ刺す。で、これもショートカットと見せかけて、ん、須玉か。おい、なんかくれ。あるだろ、なんか。いや、スルスル。あの子もなんかね、確定でいいやつ出してくれるといいんだけど、特にそういうキャラではない。さあ、寸刻つくも、これもら、あっぶない。あっぶバック、マジかよ、あの、もったいねえ。歴史。いや、申し訳ねえ。避けたと思ったらこれよ。ストーン起こったわ。あ、ただ、帰ってきた。今の、149,000。もう5万ぐらい。これやっとこうかな。ちょい待ってね。ここで、大きな機雷石。よし。これ使って、その基本的にどれも全然上がんない。じゃあ、U。U かな。まあ、もしくは技量に振るか。斬新小キル。まあ、技量かな。よし。これね、ステータス、何かに特化させる場合、本当にね、もうなんかそれだけ突出してあげるっぽい。技量だけプラス50とか、70とか、他は控えめっていう感じで。で、これはまあ、ダッシュでいいかな。バーッと抜けて、そこに敵いる。そう、こいつなんだよな、こいつ。え、あー、これ、孫一さんもしかして。おいや、これミスったな。ちょっ、あー、これきつい。まず、ロックを外して、一発回復して、あの、雑魚所にね、くっそ、誰だよ、もう。あー申し訳ない。くー、ここのセリフ、これ、よしねな。こっちいないんか。反対側だった。くっそ。なかなか珍しいな。ステージのギミックで2回死ぬってのは。まずこいつかな。さて、だの、そう、あの左、あー、でもそこもいたな。あれ、いたの、やっぱり。ほら、そこいるんだけど。あれ？あ、下行ったのかな、もしかして。と、あ、そうだそうだ。下行ったんだ。さあ、こいつら何なんこれ。よし、落っことして。で、パッと逃げる。あとは？雑魚いやつ。あの、そう、雑魚処理をしたい。できれば。よし。さあ、これでようやく整った。
はい。冗談？これ中ボスか。要はサイカさん、2発まで。いやこれ地味だな。おし、こらえた。はい、で空のペンペンペン、記録を削って。いやーこいつ攻め持ってんのかよ。じゃあこっちも、これは守護霊かな。よし、 OK です。ライレン目の力、ライレン孫一郎、前の名前かな。で殺すぞ。え、これでって話じゃない。あ、これ孫一じゃないんか多分。ここのこっち、これ何。はあ、これはさらに先でボス戦。いや、社か。3つ目よし。さあとりあえず拝んで、最下孫一やっぱ10だもんな。あれ違うんか。反対側、こっち、これも開きません。となるとそっちのみ。浜屋、まやかしの毒がここにも。ため池の水は捨てねばならぬか。水汚染したのか、あやかし毒。これ誰かな、どれかな、本体。こいつじゃない、しかも。ニュートン。あー、すごい。そんな適当にあれ差し込んでいこう。あーですよね、やっぱり。いやー、待って、コローカ来た、コローカ来た。これダメだって、こんなの、コローカは、ほら。あれ、ガチでいかんって、マジで。コローカも、しかも本体ではない。常闇のやつじゃない。よし、皇帝さん、これを使ってベロをかわしながら。はい、と、コローカ、これだったのかな。ただこいつ本体じゃない。おお、いた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 。これまずいな。いや、こいつかな、どうかな、よくわからん。よし、さあ行ったっぽい。これで多分違うよな。ですね、こいつじゃない。これも開きません。開かない扉だらけ。よし、児玉ちゃんはいませんね。怨霊面と国友鉄砲、記念石。あ、これもやっぱそうね。なんか明らかに普通の航路と違ったもん。あー、こいつは、こいつは速攻で殺す。よし、今んとこ一回も変化させてない。高いところ、うお、テストきた。はい、さあ無限突き、これは入る。投げかわして、さらに無限突き。よし、強攻撃を瞬時にね2回叩き込めるっていう2セットか。これが本当に大きいです。でここのボス、あれ産めかな、違うのかな、あれなんだあれ。あー、なんかいた、ガキか。そう、これは寄っていけんな。
こいつだよ。よし、はい、決め打ちで、ここを払って、よし、いった、よし、さあ、晴れるはず。で、これでもってショートカット開通させて、今の一番心配なのがですね、4月3日のバイオまでにこれ終わんのかっていう話なんだよね。ノーダメ取ってるもんだから。ノーダメじゃなかったらパーッといけるんだけど。よし、ただまあやっぱりね、始めてしまったことなんで楽しいしね、ノーダメクリア。今作ね、ボス戦楽しいよ。こっち、こっから、こっからこれどういくの？ん？いや、アイテムって終わりかな？ですね。こっからこういって。矢が一本。ここなんだこれ。確実になんか、琵琶。琵琶ボクボク。どっかにいる。ちょっと待ってね。あ、あいつか。いたわ。琵琶ボクボク。こいつはやっとく。よし。あとこいつかな。これなんか右、あ、塗り壁か。びっくりした。塗り壁ちゃん、じゃあ、青。よし。で、温泉かな？あれ？違うの？あ、だよね。こう来て、温泉か。温泉、今はいいかな。いや、でも、使っとくか。せっかくなんで、湯に使って。ただね、自分、お風呂入ると眠くなんだよな。ポカポカしてきて。皆さんなんかない？そういうの。何すると絶対眠たくなるってやつ。自分お風呂とご飯と、あとなんだ、映画館かな、暗い空間で、あー、危ない危ない。暗い空間で、そう、明るい映像を見るっていうことをすると絶対眠くなる。よし、そこのこいつなんだよな。これはやっときた。よし、一発と、こいつ、こいつお尻が弱点だ、多分。はい。投げ。はい。うわっ。うわ、やべやべ、今やべ、モネ食らった。あぶねえ。まずい。くっさいやつ。これまずいな。いや、マジか。こいつ相手にピンチになると。まあ、一発飲んで、はい、おーし、あー、危ねえ、ギリ勝利。なんかいるぞ、おい、こいつか。フライヤー、弱連打でさばいて、こだまちゃんもなし。アイテム、スネ当て、防具ね。さあ、ボス戦結構近いと思うんだけど、こっち、ここの奥かな。何、ああ、ここにいたんか、ガキ。はい、あ、そこに児玉ちゃんいた。待ってね。よし。4匹目かな。さあ、こっからボス戦かな。もうちょい距離ある。ここの、こっちか。回ってこっち。この中。なのだけど、先にこっち。
などに頼ったばかりに。さあ、雑魚王子処理で双剣かな。よしと扉開けて、これでショートカット。おーし、いいね、順調です。これ開ける。よしよし、これはまあボス戦でしょう、どう見ても。なんかチクッとしたの。あんたもしょってんだな。さあボス、これがサイカさんね。せこい手を使える爆弾。あれやべえな、スタミナモリッと持ってかれる。一旦隠れてからの隙を伺いたいんだけど、アタックチャンスどっかな。上、よし、2発。こっち、2発。2発差し込んで逃げるって感じかな。銃弾安い。あれロック外しね。要はこいつ双剣かな。そう、これで削っていける。よし、さあぶっ刺し決めて。これね、強いんだな。まあまあ強い。投げ一発かく。よし、さあさらにぶっ刺して、まずいツボツボった。はい、あ、これまずいな。守護霊、そう、これは防戦モード。ただ、あ、これご利用せんな。ちょっと待ってね、一発回復、回復からの、よし、よし、これでカッサバック、カッサバック入れて、いや、これか、これは逃げた方がいい。歩いてます。これまあ強いな、これ。よし、さあもうちょい。よし、いた空中で死んだと。正方書、あ、これレアいぞ。一文字刀かな。おい、とどめを刺さないのか。ふん、面白い。それじゃ遠慮なく引かせてもらう。あんたも逃げた方がいい。霊石のせいか、厄介なのが寄りついちまってね。ここもじきに崩れる。じゃあな、あんたとはまたどこかで会いそうだ。さあ、これで鍵をゲット。あの、あれか、かかってる方が鍵の。これがボスじゃない、もう一匹いる。矢を一本。しかし、この子、ね、この技これ強えな。特にやっぱりこの目押しのこれかな。二連。これがね、まあ強い。一瞬で削っていける。こっから、こっから、こっち？最下のカラスとの決着がついたようだな。D
出しゃばりおって。こたびはお主に功を譲ってやったまでよ。この奥っぽいな。ちょっと待ってね。一旦参拝しよう。で、戦薬補充して、で、術自宅。任具。任具どうしようかな。クラゲさんを一旦送って、手裏剣。どうしようかな。目つぶし。あ、目つぶし。これ、三つ。よし。こんな感じでどうでしょう。行ってみよう。何がいいんだろう。と、ここにもう一人。やりました。半兵衛か。秀千代殿。これをお持ちください。はい、大丈夫な、それ。と、地匠の印籠。アクセサリー、ありがとう。この、これ何人だ、これ。あー、で、これ、ちょい広いね。お、びっくりした、びっくりした。で、ガキいるし。まずこいつ、掘ろうか、こいつを捌く。ガードしも食らう。あれがないやらしいね。キャーイ。一発回復。これ、いや、行ったかな。よし。落下し。と、このガキちゃん、これもやっつけて。そうだ、今更なんだけど、サイカも多いしね、サイガじゃないっていう。いやいや、我ら逃げ玉に鉛玉なんざ。もっと深きところ、これは何者かの。さあ、こだまちゃん、さらに一匹。この声なんだよ、やべえだろ。大きいんでしょ。こっから下ってこうか。さあ、これがシンボス牛鬼。おお、でっけえ。ただでかいがゆえにやりやすいんじゃないかという。投げ、よし。スタミナ溜めて。あ、意外とこいつノーダメやりやすそうだな。ドン。こいつはね、二刀でいくか。あ、いいぞ、めっちゃ削れる。よし。さあ、生ハゲヒットさせて、こっからですね。これがよくわからん。あ、飛ぶんだ。勇気空飛ぶ。レッドブルか。どうくんの、どうくんの。あー、結構ゆっくりめにドンね。もったいね。あれを取れてれば。ゆっくりめにドン。よし。あ、からの好きじゃない。よし。さあ、生ハゲ当ててダウン。腹の、よし、クミチ。あ、こいつはノーダメやれそうだな。ドン。あれが投げ、まあ、普通にこれ切ってね、普通に切って切ってっていう感じで勝てるな。特に脅威ではない。振りもでかいしね、見切りやすい。あ、まあ、ちょっと死ぬんだよ。ほら、危ない危ない危ない。一発蹴って、まあ基本蹴りかな。ドン。回復。
毒斬り、あープラス突進だ。あれ初めて見た。毒消しと回復かけて、前半すごい良かったのに。よし、さあ生ハゲ当てて、ここで妖怪か。どっち、必殺技、よし、妖怪技、この毒を食らってしまうとあれか、ノーダメ無理になるのか。まずい、これまずいな。回復ドン、もうちょい、イエーイ、今のまずい、これまずいな。回復、よし、これで組打ち当てられる。組打ち、よし、さあもうちょい、槍の方も安定するのかな、これもしかして。最後槍でいこうか。あー、ただ回復もねえな。いやー、これ突進、これ負けたくねえ、これマジ負けたくねえ。あ、負けた、毒で死んだ。あー、めっちゃ地味な死に方した、最も地味な死に方した、これマジか。これもったいねえな。あ、これそうか、一発目でノーダメ取ればいいんだ。そしたらだいぶ楽になるな。じゃあそれでいこうかな、ノーダメを取りに行きます。しばしお待ちを。
さあ、ノーダメージクリア。大体ね、30分ぐらいかな。そこそこ強かった。インファイトかな、こいつは。と、牛気。ちゃ、ここじゃ、ここじゃない。ハンベイが死んだわ。マジで？待ってね。これ取りたい。そう。全くおかしなようになったものよ。お前が言うか。でもハンベこれ死んだのか。さっき生きてたのに。ハンベ、具合は悪そうだったけど、こんな急に。彼ももしかしてアムリタかな。今日での挙兵を助成するなら、霊石も欲するままに手に入ろう。だが闇討ちは心が痛む。夢を叶える力はすでに与えた。情けは無用。そうだな。あんたと同じこの力があれば。さあ、これでミッションクリア。にじみゆく腹水。こっから時長闇落ちかな。霊石の力に染まっていくんだ。随分と大物だったわね。やるじゃない。戦織田の勝ち。寺の奥から霊石がたっぷり出てきたそうよ。そうそう、時長から琴杖を頼まれたわ。預かった霊石を守るために残る。西に遠征に向かう秀吉軍に合流してくれ。だって半兵衛が死んだことを何とも思ってないのかしら。いいね。だんだんこっから人格変わってくる。で、牛気、これ強いんじゃない。コスト7。下から出てきて、パックンチョ？これ強いんかな？どうなんだろう。牛気、数値的にそうでもないかな。産め。これ範囲攻撃。と、無事な。テスト。無事なはなし。テストな、おなら攻撃。これどうしようかな。まあ、延々だ。防御力アップ。じゃあ、それ産めかな。よし。これ変えて。それと、おまかときミッション、汚れ制度。と、武の道。王殿かな？奥殿？さあ、どうね、今回も時間の切りがちょうどいいんで、一旦断りにして、で、次回、これですね、メインミッション、燃え落ちホムラ。次回、まずここから攻略していきましょう。よかったらコメント、高評価、チャンネル登録、あと、ツイッターのフォローをしてくださると嬉しいです。ではね、また次回に要2でお会いいたしましょう。今回はこの辺で。